北大西洋の島国アイスランド。ここには島を南北に貫いて火山が長い列を作っています。今でもその火山は活発に活動を続けています。地球の表面にはいくつもの長い長い裂け目があります。アイスランドの火山列はこの裂け目から内部のマグマが噴き出しているものなのです。そしてこのマグマが地表の岩の層をゆっくりと押し流します。それが大陸をも動かしているのです。3億年前の地球はパンゲア大陸と呼ばれるただ一つの大陸があるだけでした。地球の内部からの力が地表を動かし、この大きな大陸をバラバラにし、やがて現在のような姿になってきました。その間に大きく変化したのです。こうした環境の変化は動物に劇的な進化を促しました。例えば6000万年前に生きていたこの小さな動物、4本の足の指をぴったりと地面につけて歩いたこの動物は4000万年前に指に進化しました。そして2500万年前に足の形が急激に変化し、やがてこの動物は私たちのよく知っている動物に進化しました。その動物とは、このような足の形の変化は速く走るための進化だったのです。ではなぜ速く走る必要が生じたのでしょうか。馬が姿を現したのと同じ頃、地球に一つの新しい環境が誕生しました。それは草原です。草原という新しい環境の出現が速く走ることができる動物を登場させたのです。その秘密を探りにアフリカの大草原に行ってみることにしましょう。2500万年前、地球に乾燥の時代が訪れました。乾燥に耐えられず森は大きく後退し、その後が草原になりました。森と違った広々とした空間で動物たちは生き延びるためにひたすら速く走る能力を高めました。草むらに隠れて忍び寄るライオン、何かを狙っています。ライオンのお目当てはどうやらシマウマの群れ。素早く走る草食動物、それを追う肉食動物、どちらもまた速く走らなければ生きていくことができません。速く走ること、それがこの草原という環境に対する適応です。ほら、シマウマの骨です。多分ライオンにでも食べられたんでしょう。骨を見てみましょう。いや、気持ち悪がっちゃいけませんよ。草というのは実はとても硬い食べ物なんです。それで草を食べる動物はとても強い歯を持っています。こうやって前歯で草を噛み切り、それを奥歯ですりつぶすわけです。この目的のために頑丈な歯が進化してきました。それから草食動物は顔が長く、いわゆる馬面をしていますね。これはどうしてかっていうと、草を食べるときの位置を高くして周りを見渡すためなんです。動物の姿や形はその環境で暮らすのに都合のいいように変化するのです。さらに草原はまた別な進化の仕組みを教えてくれます。遥か地平線の彼方から雨雲が近づいてきました。
アフリカの大草原に1年に数回訪れる雨の季節の始まりです。赤茶けた大地が息を吹き返します。恵みの雨を受けた草は芽生え、たちまちのうちに高く生い茂り、その草を求めて動物たちが移動を始めます。新しく草の生えた場所に最初にやってくるのはシマウマ。彼らは草の葉先だけを食べます。ディクソンさんの言う通り、前歯で噛み切ってますね。シマウマが食べた後の葉先はほら、こんな風に。シマウマに続いてやってくるのはヌーです。ヌーはシマウマの食べた後の草を茎の方まで食べてしまいます。数日のうちに草原は芝生のようになってしまいます。ガゼルはやってきて、さらに短くなった草を食べるのです。たくさんの草食動物が暮らす草原ですが、このように時間差で草のいろいろな部分を食べ分けて上手に共存しているのです。できました。チーターは地上で最も速く走れる動物です。シロアリの巣の上に登って行きます。少しでも高いところに登って獲物の姿を見つけようとしているのでしょうか。チーターは草原という環境が生み出した進化の極致。長距離走ではガゼルにはかないませんが、瞬発力では他のどんな動物にも負けません。瞬間時速 130km ものスピードを出すことができるのです。子供のうち肉食動物から逃れることができたものだけが大人になり、子孫を残すことができるのです。このチーターはどうやら母親だったようです。育ち盛りの子供を抱えた母親は毎日狩りをしなければなりません。親、どうしたのでしょう。何かの気配を感じているようです。です。小さい方はジャッカル。ずっと周りで様子を伺っていたのです。空からはハゲワシがやってきました。ジャッカルはなんとかおこぼれに預かれないものかと周りをうろうろしています。チーターはもう獲物のことはすっかり諦めてしまったようです。ハイエナは骨まで砕いて食べてしまいます。油断も少ないジャッカルやハゲワシに囲まれては安心して食事できないと思ったのか、ハイエナは餌を加えてさっさと立ち去って行きました。ハンターの食べ残しはさまざまな動物に食べられ、白い骨だけになってしまいます。たくさんの動物が住む草原にはたくさんの糞が落ちています。その中でうごめいているのはコガネムシの仲間。糞を団子にして一体何をしようとしているのでしょうか。後足で糞の団子をコロコロ転がして、この虫は玉押しコガネ。糞の団子を土の中に埋め、そこに卵をつけるのです。卵は糞の中でかえって幼虫となり、この糞を食料にして育ちます。糞を土の中に埋め込むことは植物の成長にも役立ちます。この虫もまた
草原を支える大切な役割をしているのです。草原にはいろいろな役割を持った動物がいます。この役割のことを生態的地位と言います。この言葉を覚えておくと便利ですよ。草を食べる草食動物、それらを襲う肉食動物、動物たちはそれぞれの役割を担うことによって一つの環境を支えているんです。5000万年後の世界ではどんな動物がそれぞれの生態的地位を占めているんでしょう。それでは5000万年後のアフリカに行ってみましょう。